はい、こんにちは、ブルーフォースです。今日は仕事を遊びにするための方法というお話をね、紹介していこうというふうに思います。仕事と遊びを混在させて大丈夫なの？とか、まあね、仕事をなんか遊び心を持ってやるなんて不謹慎だとか、そんな仕事なんて苦行なのにできるわけないじゃんっていうね、まあ、意見が多数出てくるかと思うんですけれども、実はあるんですねっていうことですね。まあ、ただ、魔法みたいな方法じゃないので、そこだけは勘違いなさらないようにお願いできればというふうに思います。で、これはですね、とあるサラリーマンの話からスタートします。僕じゃないですよ。で、新人の頃は、仕事は遊びじゃないって、まあ、怒られたですね。なんですよ。で、まあ、それってまさにおっしゃる通りなんですよ。仕事は確かに遊びじゃないんですよ。ところが、じゃあ、仕事と遊びって、明確にどこに対して境界線があるのと、どこからが仕事で、どこからが遊びなのっていうことを聞いたら、まあ、上司は答えてくれなかったそうなんですね。じゃあ、仕事なすと遊びの境界線って、改めて考えてみたらどうなのかっていうと、まあ、タイトルにある通り、まあ、仕事っていうものと遊びっていうものを、まあ、一緒に考えるというか、まあ、仕事そのものをこう遊びとして考えることってできるのかっていうところなんですね。っていうのも、よく成功している成功者の人、経営者の人たちなんかっていうのは、仕事が趣味っていうね、まあ、趣味なんかちょっとイコール遊びに結びつきやすいところがあるかと思うんですが、まあ、そういった番組なんかね、よく見かけると思うんですよ。で、じゃあ、いろんな線引きっていうものを考えていきましょうってなった時に、まず一つ目にお金が発生するかどうかっていうところですよね。例えば、切り分けの一パターン目に、お金が発生するかどうかっていうので見てみると、まあ、確かに仕事は お金をもらえて、遊びでお金はもらえない。ところが、まあ、サービス残業のようにお金をもらえない仕事はあるし、ギャンブルのような遊びであってもお金をもらえるっていうこともあるんですよね。ということは、お金が発生するかどうかで切り分けるっていうところは、まあ微妙なんじゃないかっていうことが言えるというところですね。それから続いて二つ目の線引きで、責任っていうのはどうだっていうところですね。仕事は責任を負って、遊びには責任が伴わないというところですね。で、確かに仕事って納期とかノルマを達成しなくちゃいけない責任っていうのはある一方で、遊びっていうのはもう自由気ままだから別に責任なんか持たなくていいんじゃないっていう、まあ、一瞬見え方がしますよね。ところが、遊びにも責任が発生する場合っていうのはあるんですよね。例えば、遊びでスポーツをやってて、サッカーとか野球とかでね、ヘッドスライディングとかスライディングとかしたときに、その、当たった相手を怪我させてしまったっていうような場合なんかっていうのは、その人を病院に連れて行かなくちゃいけない責任とか、治療費を払うといった責任が発生するっていうのは、言うまでもないっていうことですね。ということは、責任が発生するかどうかっていうのも、仕事と遊びを切り分けるっていうには、ちょっとまあ、言いにくいというところです。それから、じゃあ強制力が発生するかどうかっていうところでいくと、まあ、仕事はね、強制されて、遊びはもう好きな時に自由奔放、このフィールドを急ぐ不可能な動きで暴走、視界ゼロに近いけど、あんたのことは持ち込めろかん知ってる人は知っている歌。で、まあ、仕事は確かに朝9時から18時まで毎日働かされると。で、遊びは気が向いたらとことん遊んで、なんかもう遊ぶの飽きたなと思ったらもうそれをやめるという感じに見えるんですけど、実際は強制力のない自発的な仕事っていうのもありますよね。例えば遊びなんかでもお母さんから18時まで遊んできなさいというふうに、遊ぶのをなんかもう家にいられたら鬱陶しいから、もうどっか出かけろよお前みたいな感じに言われたら、それって強制になってしまいますね。で、仕事でも休日出勤は確かに業務命令かもしれないですけど、でも休日何もすることがないから、なんかちょっとぼーっとパソコン開いて資料を作ったりとか、お客さんにメール打ったりっていうようなことをしてたら、それって別に強制ではなくって自発的に仕事をしているっていうこともありますよね。で、その他にもどんな境界線があるかっていうと、仕事っていうのは真剣にやるものであって、遊びは適当に手を抜いてっていうことも考えられるんですが、でも仕事めちゃくちゃ適当にやってる人って多くないです？なんで文句ばっかり言うのに成績全然上げてないくせに文句ばっかり言えるんだろうなっていう人もたくさんいますし、ノルマ全然達成しないで平気な人とかっていうのはもうそこら中に5万といるじゃないですか。ね、ノルマとか納期を守らないダメ社員っていうのはたくさんいると。で、一方で遊びに真剣でもう人生かけてますくらいの人っていうのもいるわけなんですよ。僕の父親なんかまさにもういろんなところに出かけると、誰かと食事に行くとかっていうのがもう生きがいになってるんですよね。まさに命を遊びにかけている典型的なパターンだというところなんですよ。ということは、これ今
いろんなその境界線ってこうじゃないああじゃないっていう責任とか強制力とかお金の発生するかどうかっていう部分を見てきたんですけど、結局は境界線って曖昧なんですよ。ということは、まあいろいろ挙げてみたんですけど、どれもこれも仕事だからこうとか遊びだからこうっていう風に区別するのは難しいんですよね。結局仕事に対してとか遊びに対してその人がどう考えているかっていう主観的な問題っていうのが一番大事だっていうことなんですね。だからあなた個人の考え方を変えることさえできれば、仕事って辛いなと思ってても今やってることは遊びなんだって自信を持って言えるし、そう考えると気持ちも楽になって仕事をもっとより楽しむことができるようになるんじゃないかなというところですね。で、まあ、最後に、まあ、結局はその仕事をしようが遊んでいようが工夫次第だっていうところなんですよ。何事も工夫次第で楽しくなってくるし、工夫ができなければしんどいものになっちゃいますよっていうところです。だから目標設定がうまくできているのかそうでないかで、人とどう付き合っているかどうか、達成感を味わうことができるかどうかっていう、すべては自分で決めることができるっていう考えを持つっていうことが重要です。まあ、なんてね、まあ、いろんなことを考えてみたんですけど、一つ、まあ、仕事と遊びに対して境界線を引くことができるとしたら、こういうのはどうかなっていうのが、まあ、僕の結論ですね。嫌いな人ともやらなくていけないっていうものが仕事で、好きな人とやれるっていうのが遊びなんですよ。同じ、例えば何でしょうね、デザインを作る会社に勤めていたとしても、たくさんの嫌なやつに囲まれた職場だったとしたら、うわもう仕事嫌だなってなるけど、たくさんのいい人に囲まれた職場だったら、仕事をしてるんだけど、なんかもう雰囲気的にはもう遊びをしてる時との感覚変わらないなっていうような感じです。だから付き合ってる人次第で意識が変わるかもというふうには、まあ個人的には思った次第ですね。だから僕も今の会社の仕事が楽しいか楽しくないかって言ったら、普通っていうところなんですけど、でも一緒に働いている身近にいる人たちがいい人たちばっかりだから働いてていいなっていうふうに思ったりするとか、あるいは、お客さんとかパートナーさんとかっていうのがいい人にがいっぱいいるなと、そういう人たちに恵まれてるなと思うんで仕事頑張れてるっていう、そんな感じですね。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで、魔法ではないですけれども、仕事を遊びに変える方法、それはあなたの工夫次第というお話をさせていただきました。ということで、本日以上です。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。